いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。午前中に書類作成を終えた僕は、もう一度校内を操作するため、小暮さんと待ち合わせをした。どうもゆっくりです。火曜日、午後2時55分、私立花峰高校。花峰高校に到着した僕を待ち受けていたのは、複雑な面持ちの小暮さんだった。そして彼の両脇には、民族学者、桐崎水明と、観察医、式部瞳が控えていた。先輩。これは、どういうことでありますか？まさか、ゆっくりくんも聞いてなかったの？え？何をですか？捜査協力よ。私たちは、あなたたちの捜査に協力するよう言われてきたのよ。専門家の意見が必要だってことでね。お前の捜査が行き詰まってると聞いて、特に疑いもせず来てみたんだが。どうやら誰かのいたずらだったようだな。僕は残念そうにため息をついて去ろうとする兄さんを引き止めた。待って兄さん。改めて捜査協力をお願いできないかな？実は本当に行き詰まってるんだ。ひとみさんも、お願いします。先輩。よろしいのでありますか？この際、なりふり構っていられませんよ。校長には適当な言い訳をして、ごまかしましょう。僕は警察官にあるまじき発言だとは思いつつも、わらにもすがる思いで兄さんたちに捜査協力を依頼した。なるほど。こういう展開ね。やあ。お待ちしていましたよ、刑事さん。私立花峰高校の校長、長峰慎太郎は、昨日とは打って変わった態度で、僕たちを受け入れてくれた。あの、校長先生。実はですね。ああ、聞いてますよ。捜査協力の方たちですね。え？兄さんたちの動向について言い訳をしようとした矢先のことだった。校長はすでに承知しているらしい。なんというご都合主義。一体、どういうことなの？ご存知だったんですか？ええ、もちろん。専門知識を持った民間の協力者が刑事さんに同行するが、よろしく頼むとのことでした。よろしく頼むって、誰が言ったんです？昨日、あなた方が帰られた後に、別の刑事さんがいらしたんです。ちょっと軽薄そうな若い刑事さんでしたよ。失礼だな校長。警察手帳と令状を見せていただきましたので間違いありません。一体誰だ？僕たちに協力しようなんて奇特な刑事は捜査一課にはいないはずだ。小暮さんの方も同じらしく、僕と目が合っても、かぶりを振るだけだった。その刑事の名前はわかりますか？それが、よく思い出せないんです。確かに聞いたはずなんですが、申し訳ありません。ただ、一つ気になったことがあるんです。何です？その刑事さんが持っていた令状なんですが、日付が4日前のものだったんです。4日前といえば伊藤香織の遺体が発見された日だ。すると、その刑事は、僕たちが捜査に行き詰まるのを4日前から予測していて、ご丁寧に令状を取っていてくれたのか。一体、どういうことだ？まさに狐につままれたようだ。よく能力者か。兄さんが本気か冗談かわからない口調でつぶやく。その横でひとみさんが呆れたようにため息をついた。
大きな疑問が残るが立ち止まるわけにはいかない。僕たちは校長の立ち会いのもと、校内を調査することにした。さて、どこから調べようか？伊藤香織が自殺した図書室。佐喜多美佐の霊が眠る狐塚。。上が科学、下がオカルトに見える。かたくなに科学ルートを選んでいこう。オカルトは2周目とかにご期待ください。僕は、まず手始めに伊藤香織が滑覆自殺を遂げた図書室を調べることにした。ゆっくり。ここは二手に分かれないか？全員でぞろぞろ動いても効率が悪いだろう。俺は別の場所を調べてみることにする。別の場所って？いいから、俺に任せろ。民族学者の調査能力を見せてやるさ。小暮君は助手としてついてきてくれ。貴重なヒロインが。そう言うと兄さんはスタスタと歩き始めた。民間人を一人にするわけにもいかず、小暮さんは不本意ながらも兄さんの後に続いた。校長はしばらく兄さんの背中と僕とを見比べていたが、結局兄さんを選んだ。イケメン許すまじ。つまり、僕はひとみさんと二人で図書室を調べることになった。ゆっくりくん。ここは犬医署と警視庁捜査一課が徹底的に調べた後なんでしょ？でも何か見落としがあるかもしれません。熱心なのね。それとも他人を信用できないのかしら？そんなことはありませんよ。ただ念には念を入れようと思って。言い訳する僕をひとみさんが面白そうに見つめている。僕は、からかわれたことに気づき、顔を紅潮させた。おい？何イチャイチャしてんだ、捜査しろよ。考えてみれば、ひとみさんと二人きりなんて状況はほとんど初体験に近い。こうして、改めて意識するとなんだか居心地が悪い。決してひとみさんが嫌だからではない。色気のない場所ではあるが、美人と二人きり。普通の男なら緊張しないはずがない。ゆっくりくん。はい。ちょっと手をついて、ひざまずいてくれない？は？突然何を言い出すんだ、ひとみさんは？僕はどぎまぎしながら、かしこまりました、女王様、と命令に従った。嫌です、と断固抗議した。選ぶ前に一言いいかな？主人公捜査中に雑念ありすぎ。人が二人も死んでんねんで？そして選択肢だが、ここはおそらく私を踏み台にしたいのだろう。選択肢がかっこ悪いが仕方ないね。ひとみさんに、その手の趣味があったなんて。しかし、女性に恥をかかすわけにはいかない。何事も経験だと思い、僕は力強く一歩踏み出した。かしこまりました、女王様。もうやだこの主人公。ひとみさんの言葉に従い、両手両足を床につけて、ひざまずいた。間違っても人には見せられない姿だ。これからどんなプレイが待ち受けているんだろう？僕の鼓動は高鳴ってゆく。突然の痛みとともに背中に何かがのしかかる。それはひとみさんの足だった。太すぎず細すぎず、肉付きのいい長い足。それが、今僕の背中を踏みつけているのだ。四つん這いで何を考察してるんですかね。事態は明白だ。これは間違いなくあれだ。
僕もとうとう未知の世界へ誘われて行くのか。いたたた。さらなる痛みと体重が、僕を襲う。これは、全然気持ちよくない。これを乗り越えれば、快感に変わるというのか？これ何のゲームでしたっけ？お疲れ様。いいわよ、ゆっくりくん。そこには、いつものひとみさんがいた。あれ？もう終わりですか？ええ。これを取りたかったのよ。ひとみさんは一冊の本を手にしていた。なんです、それは？学年名簿よ。ひとみさんは書棚の高い場所にあった名簿を取りたかっただけなのだ。その土台として僕を使ったというオチか。勘違いで、ときめいてしまった自分が情けない。ほんとだよ。でも、土台なら何も僕じゃなくて、そこら辺にある椅子でいいじゃないか。僕は背中をさすりながら、不平を鳴らした。ゆっくりくん。この名簿を調べれば、何か新しい事実が見つかるんじゃないかしら？ひとみさんの言う通りだ。バカな妄想で遊んでいる場合じゃない。僕はひとみさんから手渡された名簿の中から手がかりを探そうとページをめくった。やっと正気に戻ったね。目的を持たずに闇雲にページをめくる愚かさに気づき、手を止めたとき、無視できない文字が飛び込んできた。さきたみさ。彼女の名は2年前の1年生のクラスにあった。2年前に交通事故で亡くなったさきたみさは、校内でこっくりさんをしていたという。彼女は無視できない存在だ。今回の事件との因果関係が見つかれば、次の犠牲者が出るのを未然に防げるかもしれない。あら？伊藤香織って、あの伊藤さんかしら？ひとみさんが指さした場所には伊藤香織の名前があった。それだけじゃない。長谷部成美に神山由香の名前まである。ほう。なんてことだ。彼女たちはさきたみさのクラスメイトだったのか。図書室での捜査を終えた僕は、兄さんたちと合流することにした。何が捜査だ。こういう時、携帯電話があると非常に便利だ。よう、ゆっくり。収穫はあったか？うん。兄さんの方は？こちらも上々だ。ご機嫌の兄さんに対し、小暮さんはげっそりと青ざめた表情をしていた。一体どこを連れ回されていたのだろう。俺たちは昨日落雷があったという狐塚を調査していたんだが、なかなか興味深いものが見つかったぞ。兄さんは得意そうに紙切れを取り出した。焦げ跡が残ったボロボロの紙に力強い文字が書かれている。それは狐退治の経文だ。またオカルト要素かよ。狐退治？どうやら、この学校は陽子に住み着かれているようだな。バカバカしい。そんな紙切れ。事件には関係ないわ。狐退治の経文で生徒たちを自殺に追いやったとでも言うの？そうだそうだ。ひとみさんの言葉には鋭いトゲがあった。ふん。なら、お前は何を見つけてきたんだ？名簿よ。得意になるわけでも、威張るわけでもなく、ひとみさんは静かに答えた。名簿でありますか？どうやら補足説明が必要なようだ。
小暮さん。名簿の中に2年前、1年生だった咲田美沙の名前があったんです。そして、そのクラスメイトに神山由佳、長谷部成美、伊藤香織の3名の名前があったんですよ。なんですって？僕も驚きました。まさか彼女たちが2年前に繋がっていたなんて。全くであります。いやぁ、それにしても式部先生のご検察は大したものですな。不詳、小暮総一郎。感服しました。ありがとう。でも、これぐらい冷静に考えれば、すぐに思いつくことよ。ちょっと不思議な現象が起こったからって、何でもオカルトにするのはナンセンスだわ。事実を追求することこそが真実への近道なのよ。ひとみさんが兄さんへ挑戦的な発言を送る。二人の間には見えない火花が散っていた。今回の事件は人知を超えた何かがある。ような気がする。しかし、ひとみさんはあくまで科学的な視点で物事を判断する姿勢を貫こうとしている。その姿勢は警察官として、理性ある人として見習うべきだと思った。僕たちが感心している間にも、兄さんとひとみさんは激しい舌戦を繰り広げていた。先輩、お二人を止めなくても良いのでありますか？おろおろと小暮さんが巨体を揺らす。大丈夫ですよ、小暮さん。あれが二人のコミュニケーションなんですから。はあ。自分には理解できない世界であります。まあ、二人のことはいいとして、小暮さん。この事件と狐は切っても切り離せないようですね。ずっと気になってたけど、いつまで部活動の環境音流れてるんだ。夕日が赤々と校舎を照らす。私立花峰高校の生徒たちは午後の授業を終え、部活のある生徒以外は下校を始めていた。僕たちは合流後、できるだけ目立たないように校内の捜査を続けていた。さん、おいでくださいませ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。どこからだ？放課後の校舎にこっくりさんをする女性との声が響き渡る。大声で叫んでいるわけでもないのに、その背徳的でひそやかなる声は、僕たちの耳に届いた。こっくりさんは校則で禁じたはずなのに。いくら校則を作ったところで多感な時期の少年少女を抑えつけることはできない。それよりも今問題なのは誰がこっくりさんをしているかだ。あなたも早くやりなさいよ。でも、なるみやかおりだって。まだそんなこと言ってるの？女生徒たちのささやき声が折り重なる。次第にボリュームが大きくなってきているのは、僕たちが目的の場所へ近づいている証拠だ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。そして、僕たちは声の発信地たる教室にたどり着いた。しばらく様子を見ようかと考えたが、校則違反に憤慨する校長がそれを許さなかった。犯人は、すぐに見つかった。教室の中には3人の少女。うち二人は知った顔だ。彼女らの他には誰もいなかった。神山由佳。そして堀川真理。
最後の一人は見たことのない少女だ。ゴラムかな？君たち、こっくりさんは拘束で禁じられているはずだぞ。校長が厳重注意する。だから？な、なんだね、その態度は？神山の不遜な態度に校長がたじろぐ。刑事さん、まだ事件のことを調べてるんですか？対して興味もなさそうに尋ねたのは堀川麻里だ。ああ、まだ事件は解決してないからね。あら、でも自殺なんでしょ、彼女たち。相変わらず他人事のように言ってのける。自殺か。でも、そう思っていない人もいるようだよ。言いながら周囲を見渡す。その中で神山由香だけが、僕の視線を避け、目を伏せていた。やはり彼女は何か知っている。刑事さん？この人たち、警察の人なの？見知らぬ少女が怯えきった表情で、後ずさりする。君の名前は？山野恵子です。今にも泣き出しそうな声で、彼女は答えた。ショートカットの活発そうな少女だが、今は視線も定まらず、体を震わせている。何をそんなに怯えているのだろうか？例のウイジェ板を燃やそうとしていた子です。小暮さんがそっと耳打ちしてきた。彼は自信満々といった顔でうなずいた。一度遠くから見ただけなのに、よく覚えているものだ。しかし伊藤香織が死んだ日、ウイジェ板を燃やそうとしていた少女も確かにショートカットだった。髪型だけじゃない。今ここで禁じられているはずのこっくりさんをやろうとしていたのだから、同一人物である確率はかなり高い。これはチャンスかもしれない。彼女たちに革新的な質問をぶつけてやれば、必ず何らかのリアクションが起きるはずだ。そこに活路を見出すことができれば。セルフクエスチョン。革新的な質問。彼女たちと連続自殺をつなぐものは？サキタミサ。こっくりさん。どちらとも言えるけど、したかな。こっくりさんは、どう関係しているのか？自殺した生徒もこっくりさんをしていた。みんなこっくりさんに呪われている。上だね。彼女らがどういう反応を取るか。自殺した生徒もこっくりさんをしていたのではないか？ほとんど直感的に導き出された答えだが、確信をついているような気がした。さらに突き詰めると、この場にいる彼女たちが一緒にこっくりさんをしていた可能性が出てくる。散らばっていたパーツが急速に組み合わさっていく感覚が全身を駆け抜ける。もしかして、亡くなった長谷部成美さんと伊藤香織さんも、君たちと一緒にこっくりさんをしていたんじゃないか？弾かれたように動いたのは山野恵子だった。しかし、小暮さんの大きな体躯がそれを阻む。彼女の行動は、質問に対する明快な答えだった。やはり彼女たちは自殺した二人の女生徒とこっくりさんをしていたのだ。恐怖に縛られていた山野恵子は、タガが外れたように混乱している。もうおしまいよ。みんな殺される。成宮香織みたいに殺されるのよ。殺される？殺されるって、誰に殺されるんだい？正気を失った山野の肩をゆすりといただす。
こっくりさんよ。え？こっくりさんに殺されるのよ。恐ろしく冷たい声だった。堀川は、まるで道端に転がるセミの死骸でも見るような視線で山の稽古を見つめている。ねえ、いつまで話してるつもり？早くやりましょうよ、こっくりさん。この状況でこっくりさんを再会しようとは、どういう神経をしているんだろう。校長は怒りのあまり声も出せないでいる。こいつが一番やばいね。こっくりさんは怒ってらっしゃるのよ。早口の儀式を行わないと、また誰かが死ぬわよ。ちょっと待った。それは聞き逃せない発言だった。血の儀式？私たち、こっくりさんと約束したの。願い事を叶えてくれたら血を捧げるって。願い事？彼女たちの願い事の内容が気になったが、堀川はそのまま続けた。はじめはみんな面白がってやってたんだけどね。途中から怖がって嫌がる子が出てきたの。だから血が足りないって、こっくりさんは怒ってらっしゃるのよ。その途中で嫌がった子っていうのは、そう、ご想像の通りよ。長谷部成美さんと伊藤香織さん。答える堀川の口元は釣り上がっていた。これで完璧に今回の事件とこっくりさんが繋がった。バカバカしい。血の儀式？こっくりさんが怒ってる？あなたたち、本気でそんなこと言ってるの？だとしたら、一度カウンセリングを受けることをお勧めするわ。ひとみさんは怒りと軽蔑を込めた強い口調で少女たちを叱責した。一方、兄さんは黙ったまま堀川麻里と神山由香を興味深そうに見比べている。いいわ。私がこっくりさんの正体を暴いてあげる。今、この場でこっくりさんなんて存在しないってことを証明してあげるわ。いいですね、校長先生。いや、しかし。私は医者です。よろしいですね。ひとみさんは強引に校長をねじ伏せた。いい？こっくりさんは、自己暗示による筋自動運動で超自然的、霊的なものとは一切関係ないわ。もちろん人を殺す力なんてない。ひとみさんが断言するが、それについては僕の中でまだ未整理の状態だった。こっくりさんが殺したかどうかは別にして、すでに二人の少女がこっくりさんに関わり死んでいるのだから。いや、2年前に死んだ咲田美沙を含めると3人か。それじゃあ、始めましょう。いつものようにやってみてちょうだい。ひとみさんが神山と堀川に手伝わせて、こっくりさんを始めた。本当に大丈夫なのか？こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。どうでもいいけど小暮さん老けてるなぁ。ほどなくして十円玉が動き出した。こっくりさんのお出ましだ。三本の人差し指が集まる十円玉に僕たちの視線も集中する。神妙な面持ちで状況を見つめる小暮さんに、兄さんが何かを囁きかけた。
すると小暮さんの表情は次第に恐怖で固まっていった。まったく、何を言ったんだか。兄さんは小暮さんのことを完全におもちゃ扱いしている。さて、こっくりさんに何を質問してみようかしら？この事件の犯人を教えてひとみさんが寝踏みするように周囲を見渡す。あなた、山野恵子さんだったわね。こっくりさん、こっくりさん。山野恵子さんは女性ですか？際どい。ひとみさんは腰が砕けそうな質問をした。当然、十円玉はウイジャ版に書かれた牌を指した。こっくりさん、こっくりさん。山野恵子さんの年齢を教えてください。十円玉が、一と八を指す。18歳という意味だろう。確認のために視線を向けると、山野恵子は一つうなずいた。これも正解だ。こっくりさん、こっくりさん。今、何時ですか？十円玉が、5、3、2を指す。時計を見ると、ちょうど5時32分。これも正解。こんな簡単な質問ばかりで、本当にこっくりさんの正体を暴けるのだろうか。ひとみさんのことは信用しているが、ほんの少し心配になってきた。こっくりさん、こっくりさん。そこにいる小暮刑事の年齢を教えてください。十円玉の動きがピタリと止まった。お？こっくりさん、こっくりさん。小暮刑事の年齢を教えてください。二度目の問いかけで、ようやく十円玉がぎこちなく動き出した。こっくりさんの答えは3と6。あ。36歳。小暮さんの表情が怒りに変化した。こっくりさん、こっくりさん、どうかお帰りください。こっくりさんにお帰りいただいて、実験は終了した。小暮くん、あなた、いくつだっけ？27歳であります。オス。怒りを込めて小暮さんは答えた。そう。彼は老けて見えるが実は27歳だ。ひとみさんが満足そうにうなずいて続ける。なぜ、こっくりさんは山野さんの年齢を当てることができたのか？なぜ、こっくりさんは小暮刑事の年齢を間違えてしまったのか？理由は簡単。こっくりさんは知っていることしか答えられないからよ。こっくりさんは、すなわちこっくりさんをしている人間の誰かの意思があって、その人物が知らないことには答えられないの。だから、小暮刑事の年齢を間違えた。36という数字は、あなたたち二人のどちらかが小暮刑事の外見の印象から弾き出した数字よ。畳みかけるような鋭い理論に、神山も堀川も反論しなかった。怒るでも悔しがるでもなく、ただ沈黙を守っている。そしてひとみさんは結論を述べた。こっくりさんに人を殺す力なんかない。静かだが重く強い口調だった。そこには科学への信仰心というより、むしろ非科学的なものへの強烈な憎しみが感じられた。僕は当然兄さんが口を挟むと思ってたが、兄さんはいつになく真面目な表情でひとみさんの背中を黙って見つめていた。こっくりさんの検証が終わった後、兄さんとひとみさんは、残してきた仕事を片付けるため、それぞれの職場へと戻った。彼らにはまた大きな借りができた。
二人とも気にしなくていいとは言ってくれたが、そういうわけにもいかないだろう。いつか、ちゃんと恩返ししなくては。一方、神山、堀川、山野の三人には護衛をつけることにした。護衛には捜査一課ではなく、小暮さんの手配で所轄署の刑事がつくことになった。三人の少女は、この事件の鍵を握る重要人物だ。とはいえ、それだけで彼女たちに事情聴取することはできない。令状を請求しようにも、まず課長の許可が下りない。彼女たちの誰かがこっくりさんを使って、長谷部成美と伊藤香織を自殺させたんです。などといえば、課長は月として僕に長期休暇を与えてくれるだろう。せやな。だが、もし第三の事件が発生するなら、犠牲者は神山、堀川、山野のいずれかだという確信があった。また同時に彼女たちは有力な容疑者とも考えられる。手をこまねいて待っているわけにはいかない。次の事件を未然に防ぐためにも、護衛と称して彼女たちを見張る必要があった。少なくとも、これで犯人は簡単には動けなくなるはずだ。三人の少女には、それぞれ護衛の刑事がつくことになっているが、完全に人任せにできるほど大きな器量も太い神経も持ち合わせていない。小暮さんと相談して、僕たちもいずれかの少女の家を張り込むことにした。問題は誰の家に張り込むかだが、神山家を張り込むことにした。堀川家を張り込むことにした。山野家を張り込むことにした。これは重要な選択だ。すでに危機を回避したこっくりさん中毒者と、まだまだ謎の多いクソメガネと、真っ先に死にそうなゴラムニの女子高生。と、今回はいいところで切ります。次回も一悶着ありそうなので、お楽しみに。それでは、長い時間お疲れ様でした。さようなら。神山家を張り込むことにした。神山ゆかの家を張り込んで、かれこれ6時間が経過しようとしていた。張り込みというのは思いのほか、忍耐力を要する。それが状況証拠のみでの疑惑に基づく張り込みなら、なおさらのことだ。先輩、神山は動きますかね？小暮さんは1時間ごとに、この質問を繰り返している。わかりません。動機は不明。証拠もない。しかし、あの神山のこっくりさんへの執着は普通ではない。ところで先輩、こんな話をご存知でありますか？先日、派出所勤務の友人の先輩が、パトロールに出た時に体験した話らしいのですが、その先輩は深夜の巡回のために、同僚とパトカーに乗っていました。けしからんことですが、気分転換のつもりで普段とは違う順路を走ったそうです。何事もなくパトロールは終わろうとしていました。派出所まで、あと数分というところで、突然無線から悲鳴のような雑音が聞こえ始めたのです。何事かと調べてみても、無線に異常はありません。30秒と経たずに雑音は止みました。派出所に戻ってから古株の先輩に話してみたところ、昔ちょうどその場所で、一家惨殺事件があったそうです。この話を自分に吹き込んだ友人は、幽霊が電波障害を起こしたんだなどと言っております。そんなわけないですよね。小暮さんは、僕に否定してほしくて、こんな話を持ち出したらしい。下手に意地悪をして帰られても困るので、ここは彼に合わせてあげるとしよう。
もちろん、そんなわけ。無線から唐突に流れ出した雑音に、小暮さんが情けない悲鳴を上げた。大丈夫ですよ、小暮さん。ただの偶然ですよ。言いながらも、僕の声は上ずっていた。それとも、お化けでもうろついているんですかね？冗談めかして恐怖心のコントロールを試みる。が、それは小暮さんを一層怯えさせただけだった。やめてください、先輩。小暮さんは耳を塞いでしまった。しばらくすると無線は元通り沈黙し、再び夜の静寂が場を支配した。小暮さん、治ったみたいですよ。見ざる聞かざる状態の小暮さんの肩を叩く。収まったのでありますか？ええ、もう大丈夫でしょう。一時的な故障だったみたいですね。気遣って楽観的な言葉を口にしても、小暮さんは納得がいかないみたいだ。本当にただの故障だったのでありましょうか。彼の言葉に答えるものはなく、疑問は闇に消えていった。朝まで張り込みは続いたが、あれからは特に何の異常も起こらなかった。途中、交代で仮眠を取ったが、頭の中には白いもやがかかっていた。小暮さんなど、いつまた無線に異常が起こるかと怯え、一睡もできなかった様子だ。僕たちは眠気を押して、堀川と山野の家を張り込んでいる刑事に連絡を入れてみた。共に異常なし。よかった。とりあえず、これ以上事態が悪化するのだけは防げた。僕の安心を妨げるように携帯が鳴る。はい、もしもし？俺だ、佐々木だ。あ、おはようございます、課長。挨拶はいい。すぐ花峰高校に来い。何か問題でも？ああ、また生徒が死んだ。水曜日、午前8時13分、私立花峰高校。現場は昨日こっくりさんの実験を行った教室だった。そして、そこには山野恵子の無残な遺体が横たわっていた。現場に駆けつけた捜査一課の面々も、驚きを隠せない様子だ。課長もいつになく慎重な面持ちをしている。山野恵子を見張っていた犬医所の刑事は、徹夜で張り込んでいたが、人の出入りはもちろん、不審な出来事は一切なかったと証言している。山野の遺体を発見したのも、部活の早朝練習で登校した生徒だという。学校から知らせを受けるまで、彼女の家族でさえこの異変に気づかなかったのだ。僕はこれまでの経緯をすべて課長に報告した。わかった。お前は、そのまま捜査を続けろ。ある程度はお前に任せる。好きにやってみろ。ただの自殺事件じゃないことが課長もようやくわかったらしい。僕の言葉にも耳を傾けてくれるようになった。
いや、それどころか自由に操作する許可までくれた。もしかして、少しは僕を認めてくれたのか。まさかね。かといって、難事件を僕に押し付け、早くも保身に回ったと思うのはゲスの勘繰りというものだろう。とにかく、課長の気が変わる前に遺体の見分をしよう。死に触れるのは決して気持ちのいいものではない。昨日まで生きている姿を見ていたら、なおさらだ。こっくりさんの影に怯え震えていた山野恵子は命と引き換えに、恐怖から解放された、永遠に。だが、その死に際は安らかなるものではなかったようだ。それは彼女の無残な姿を見れば一目瞭然だった。髪は乱れ、ズタズタに切り裂かれた衣服からは生々しく刻まれた傷跡が見える。鋭利な刃物で切りつけられたようだ。瞳は恐怖を浮かべ、宙を睨んでいる。今度は他殺か。しかし、山野恵子の遺体を見分しているうちに、僕は不審な点に気づいた。それは、血痕がほとんど見られないこと。彼女がパジャマを着ていること。彼女の右手。パジャマを着て学校に来たの？というのはおそらく不正解だ。山野恵子が自宅から出る姿は目撃されていない。認めたくはないが、何らかの超自然的パワーでルーラしたのであろう。右手に関してはこの画像だと見えないし、血痕が妥当だ。そう、山野恵子の遺体には、ほとんど血痕が残っていないことだ。遺体の全身を這うミミズのような青黒い傷跡。しかし、そこからほとんど血が流れ出ていないのだ。これだけの傷だ。ちょっとやそっとの流血では済むまい。また血液が持ち去られた？それしか考えられなかった。長谷部成美、伊藤香織、そして山野恵子。いずれも、こっくりさんをしていた生徒たちだ。そして、その全員が遺体から血液を失っている。となると、山野恵子も普通の死に方ではない。彼女もまた不可解な状態で死を迎えた可能性が。思考の混乱に乗じ、非科学的な想像が次々と浮かんでくる。一体、どうなってるんだ、これは。死んだね。突然背後から声が聞こえたので飛び上がりそうになった。堀川真理だった。無表情に同級生の遺体を見下ろしている。こっくりさんに人を殺す力なんかないって言ったよね。彼女の顔には明らかに挑発的な笑みが現れていた。まさか彼女が？山野さんはこっくりさんに殺されたのよ。堀川が誰に言うでもなく、つぶやく。催眠術にでもかかったように、僕は彼女の言葉を繰り返した。こっくりさんに殺された。そんなバカな、こっくりさんなんて名人だ。そうね。でも、少なくともこの学校にはこっくりさんが存在するのよ。僕たちは彼女の言葉を否定することができなかった。やっぱり死んだか。ゴラムメス。遺体の見分を終えた僕たちは、大きな疑問を残しつつ教室を出て、
次の捜査に移ることにした。と言っても、何をどこから手をつけたものか、さっぱりわからない状態だった。途方に暮れるとは、今の僕たちの心境を指すのだろう。呆然とする僕の目を覚ますように、携帯電話が鳴り出した。誰だ、こんな時に？携帯の液晶に表示されたのは、通知不可能の5文字。通知不可能の電話なんて、そうそうかかってくるものではない。もしもし？風見警部補。昨日の助っ人は捜査に役立ったかね。あの男の声だった。兄さんたちに捜査協力を依頼し、令状の手配までしたのは、やはり、この男だったのか。あなたは、一体誰なんです？君が知る必要はない。事件とは関係のないことだ。何が目的なんですか？どうして、僕たちに協力するんです？ふふ、質問ばかりだね、君は。男は嘲笑うように言った。いや、そう聞こえただけかもしれないが。よろしい、君にヒントをあげよう。男から意外な言葉が発せられた。ヒント？警察支援参室へ行きたまえ。電話の向こうから虚しい機械音が鳴り響く。またしても一方的に切られてしまった。警察支援参室？私立花峰高校は休校になった。3人目の犠牲者が出たのだ。そろそろマスコミを抑えるのも限界かもしれない。神山由香と堀川真理には複数の刑事を見張りにつけ、僕たちはとにかく警察支援参室とやらに行ってみることにした。このまま学校にいたところで事件は解決しそうにない。ダメで元々の精神で電話の男を信じてみよう。実のところ、警察支援参室などという部署は初めて耳にする。警察の歴史を編集する部署はあるらしいが、警察支援参室なんて名称ではなかったと思う。通りがかる警察官に片っ端から編参室の場所を尋ねてみるが。何ですか、それは？いや、聞いたことないですね。そんな部署あったっけ？手がかりになりそうな答えはなかった。だが、根気強く尋ね回っているうちに、ようやく編参室を知る人物にたどり着いた。警察支編参室？ああ、それなら聞いたことあるよ。いや、俺も行ったことはないんだけどね。これは俺の同期が先輩から聞いた話なんだけど。警察支援参室ってのは、警視庁の地下5階にあった。知っての通り、警視庁は地下4階までだが、昔は地下5階まであったらしいんだ。そこに勤務していたのは、ある特別な任務に携わる刑事だった。どんな任務だったかは上層部の人間しか知らない。ある日、その刑事の変死体が警察支援参室で発見された。ベテラン刑事も目を覆うような、そりゃひどい死に方だったそうだ。その事件をきっかけに地下5階は埋め立てられて、警察支援参室も閉鎖されたんだ。
けど、この話にはまだ続きがある。編纂室にまつわる妙な噂が立つようになったのさ。埋め立てられたはずの地下5階から、時折、話し声が聞こえたり、電話のベルが聞こえたりするっていうんだ。任務の途中に無念の死を遂げた刑事が、死してなお捜査を続けているのかもな。くだらない噂話だった。都庁の地下に小型原子炉が設置されているという話を聞いたことがあるが、それと同じぐらい、くだらない噂話だ。だが、今はそのくだらない噂話にすがるしかない。僕たちは警視庁の地下5階へ向かうことにした。エレベーターに乗り込むが、予想通りボタンは地下4階までしかなかった。僕たちは仕方なく地下4階で降り、下の階へ行く道を探すことにした。先輩、ここに非常口があります。非常口を開けてみると上の階へ続く階段の他に、さらに地下へと続く階段があった。地下5階は実在したのだ。薄明かりに錆びた手すり。まるで、そこだけが時代から取り残され忘れ去られたようだ。光を浴びることのない透けた通路。切れかけた蛍光灯。これが警視庁の中なのか？まるで廃屋同然だ。階段まがいの噂話が立つのも無理はない。通路の奥にこのフロアで唯一の扉が見える。長年開かれなかったであろう薄汚れた鉄の扉に、警察紙編纂室の文字がかろうじて読み取れた。結構はっきり見えるんですが、あった。少なくとも、編纂室の存在に関しては電話の男が嘘をついていないことが証明された。僕は思い切って扉を開いてみることにした。錆びた扉が耳障りな音を奏でる。むせ返るようなカビの匂い。暗闇の中、室内灯のスイッチを探り当てる。壁を探る手に雲の巣やらホコリやらがまとわりついてくる。なんでこんな目に、と思いながら、ため息を吐いたとき、指に何かが引っかかり、明かりが灯された。なんだこりゃ？小暮さんの感想は簡潔で的を射ていた。この部屋はあまりにもひどい。ひどすぎる。机の上には数年分の埃が積もっており、床には干からびたゴキブリが仰向けになっている。タバコの吸い殻も散乱している。フィルターには、支援の文字。このタバコの銘柄だろう。そして極みつけは書類の山。山、山。なんだこや、としか言いようがない。疑問に答えるようにレトロな電話の音が聞こえる。床に散らばった書類の山を漁り、なんとか音の発信源を探し当てる。黒いダイヤル式の電話だ。どうやら、この空間だけ時間が止まっているらしい。受話器を取ると、ようこそ、警察紙編纂室へ。案の定、例の男の声が聞こえた。あなたは何者ですか？どうして、ここの存在を知っているんですか？あなたは警視庁の人間なんですか？僕は口の動くまま、受話器に質問をぶつけた。
本当に君は質問が多いね、風見警部補。あらかじめ言っておくが、私は警視庁の人間ではない。だが、我々の組織は警察機構のみならず、政界、経済界にも強い影響力を持っている。組織？警察だけでなく、政経済界にまで影響を及ぼす組織とは一体？君は、FOAF という言葉を聞いたことはあるかね？え？いや、知らなければそれでいい。それよりも、君の右手にあるファイルを見たまえ。男はまるで部屋の中を見通しているかのように言う。監視カメラでもついているのではないかと周囲を確認したが、それらしきものは見当たらない。そのファイルの中には事件の核心とも言うべき記述がある。僕は右手をちらりと見た。確かにファイルがある。部屋の中で、こいつだけが埃をかぶっていない。つい最近、机に置かれたようだ。しかし、部屋に入った時は埃だらけで人が出入りした形跡は一切なかったはずだ。風見警部補、事件を解決したければ、今まで君が信じてきた常識を一刻も早く捨てることだ。我々は君たちに期待している。そして、また一方的に電話を切られてしまった。彼は、僕たちに何をさせようとしているのだろう？しかし、迷っている暇はない。ここまで来てしまったら、もう前に進むしかない。僕は男の言葉に従い、ファイルに目を通すことにした。それは切り離されたノートを集めた書類だった。ボールペンで書かれたらしき、整った読みやすい文字が並んでいる。4月14日、高校に入って、初めて友達ができた。彼女は一人で教室にいる私をお弁当に誘ってくれた。彼女の名前は神山由佳。神山さんは、優しくて、とても綺麗な人だ。5月22日、最近、神山さんたちと一緒にいることが多くて、翔太くんと話す機会が少なくなった。神山さんはとても大切な友達だけど、翔太くんも大切な幼馴染。神山さんと翔太くんが友達になってくれたら、みんなで一緒にいられるのに。6月8日。今日、廊下で神山さんと話している時に翔太くんが通りかかったので、思い切って彼女に翔太くんを紹介してみた。神山さんは何も言わずに翔太くんをずっと見ていた。6月15日。神山さんにこっくりさんをしようと誘われた。最近学校で流行っている霊感占いだ。私はこっくりさんなんて信じないけど、神山さんに誘われたから断れなかった。6月18日。神山さんが毎日放課後にこっくりさんをしようと誘ってくる。彼女のこっくりさんへの質問はエスカレートしてきている。彼女は私と翔太くんの関係について執拗に質問する。6月24日。優しくて綺麗だった神山さんから笑顔が消えてゆく。それに比例して私への攻撃はますます強くなっていった。
もうこっくりさんをするのはやめよう。6月27日。いくら断っても神山さんたちは私を解放してくれない。これはいじめだ。誰か助けて。6月30日。もう耐えられない。頭がどうにかなりそう。助けて、翔太くん。助けて。かゆ。うま。日記はそこで終わっていた。先輩、この日記は。言われるまでもなく、これは重要な証拠だ。小暮さん、この日記を手がかりに、どう事件を紐解いていくか？そこが肝心です。もう一度事件の全容を整理してみましょう。オス。では、まず気になるのは、この日記を書いたのが誰かという点でありますが。それは、もちろん。神山由香の日記です。佐喜多美沙の日記です。間違いなく佐喜多美沙でしょうね。それは、もちろん佐喜多美沙の日記です。日記から読み取れるのざわ翔太との関係から見て、まず間違いない。佐喜多美沙は神山由香からいじめを受けていた。そして、精神的に追い詰められた結果、交通事故で死亡したのか。先輩、神山の他に佐喜多美沙とこっくりさんをしていた生徒がいたようですが。事態は明白だ。僕は淀みなく答えた。自殺した生徒たちです。堀川麻里です。前者かな。今までの犠牲者はみんなクラスメイトだったというし。堀川麻里は一番煽ってくるけど、一番無関係かもしれない。佐喜多美沙とこっくりさんをしていたのは、自殺した生徒たちです。当時、佐喜多のクラスメイトには神山の他に長谷部成美、伊藤香織らがいた。いずれも今回自らの命を絶った少女たちだ。彼女らが佐喜多美沙とこっくりさんをしていたと考えれば、一連の事件に筋が通る。そして、化災体となって発見された山野恵子もおそらくは、僕は自分の考えを小暮さんに伝えた。むう、なるほど。先輩は2年前の佐喜多美沙の死が、今回の事件の引き金だとお考えなわけですな。そう。直接的ではないにせよ。間接的には神山たちが佐喜多美沙を殺したと言っていいだろう。霧がかった事件の全容が少しずつではあるが見えてきたような気がする。それにしても、今回の事件で亡くなった生徒たち、彼女たちの死は本当に自殺なのでありましょうか？小暮さんは事件の根幹とも言える質問を投げかけてきた。僕は迷いながらも答えた。他殺です。自殺です。結果としては自殺だと思うんだけど。いや、でも、チュパカブラ説はまだ生きているはずだ。犠牲者は血を抜かれているしね。彼女たちの死は他殺だと思います。僕の答えに小暮さんが眉をしかめる。説明不足を補うために、僕は続けた。けど、犯人が直接手を下したわけじゃありません。おそらくはこっくりさんを使った自己暗示で、被害者たちを自殺に追いやったのでしょう。そういう意味で他殺と言ったんです。自己暗示、でありますか。小暮さんが噛み締めるように、僕の答えを反芻する。しかし、先輩。式部先生はこっくりさんに人を殺す力はないとおっしゃったではありませんか。
かし。それでも山野恵子は死にました。こっくりさんは彼女たちを死に追いやる力を持っているんですよ。ですが、たかがこっくりさんの自己暗示ぐらいで、人が自殺するでありましょうか？普通はありえないだろう。小暮さんの反論はもっともだ。しかし、彼女たちにとってこっくりさんが、たかが占い遊びではなく、特別なものだとしたらどうか？普通では考えられないような精神状態に追い込まれ、自殺に至る可能性もあるのではないか。僕は一つの考えに思いを馳せた。こっくりさんが彼女たちにとって、佐喜多美佐自身だとしたら？神聖なものだとしたら？ふーむ。神聖、が近いのかな。血の儀式やらなんやら、宗教っぽいしね。うん。神聖なものに一票。チラシに定評のあるプレイ時の私。彼女たちにとってこっくりさんが、神聖なものだとしたら、どうでしょう？小暮さんは僕の言葉の意味するところがすぐに理解できないようだった。彼女たちは拘束で禁じられても、友人が死んでも、こっくりさんを続けてきたんです。これは異常というほかありません。僕の言葉に小暮さんは大きくうなずく。人間が盲目的に行動するとき、そこには一つの感情が存在します。それは何でありますか？信仰です。僕は短く答えた。例えば戦争も宗教、正義、信念といった信仰のもとに行われている。人間は人生を何らかの信仰に委ねたとき、献身的で、時として残虐になれる。こっくりさんを信仰の対象と考えれば、彼女たちが喜んで自らの命を生贄に捧げた可能性すら出てくる。ですが、先輩。こっくりさんをただ信じるのではなく、盲目的な信仰にまで至らしめるには、何らかのきっかけが必要なのではありませんか？それに佐喜多美佐の件はどうなるのですか？信仰ではなく、佐喜多を死なせてしまった罪悪感と考えた方がスムーズではありませんか？まあ正直どっちでも。なるほど。佐喜多美佐のいじめに関わっていた生徒たちが次々と罪の意識に苛まれ、ついには自ら死を選んだという筋書きか。小暮さんの言う通りかもしれません。犯人は、彼女たちに自己暗示をかけ、佐喜多美佐の怨念を信じさせて、死に追いやった。オス。ですが、そこまで追い詰めるには何らかの決定的な刺激があったと思われます。僕は、ゆっくりうなずいて答えた。それは血の儀式です。それは最初の犠牲者です。ぬーん。後者の意味がちょっとわからないな。ここは血の儀式で行こう。刺激。それは血の儀式です。その言葉に小暮さんが息を飲むのがわかった。確か堀川真理が、こんなことを言っていた。願い事を叶えてくれたら、こっくりさんに血を捧げる。と。なぜこっくりさんは彼女たちの血を求めたのか？そこには必ず理由があるはずだ。はじめは面白半分でやっていた仲間も途中から怖がり始めたと言っていた。それは呼び出したこっくりさんが、佐喜多美佐だったからではないか？彼女たちは、なぜこっくりさんが血を求めているのか知ってしまったのだ。佐喜多美佐が死んでから2年が経過し、罪の意識も薄らいできた頃にこっくりさんをした。しかし、そこに死んだはずの佐喜多美佐からメッセージが現れたとしたら？その心境たるや想像に難くない。血の儀式は、死んだ佐喜多美佐の復讐を信じさせるための儀式だったんですよ。
そして一人目の犠牲者、長谷部成美が飛び降り自殺をした。半信半疑だった少女たちも、いよいよ咲田美沙の呪いを信じるようになる。追い打ちをかけるよう、さらなる刺激を与えた。生徒たちの死に方がエスカレートしているのは、そのためではないでしょうか？にわかには信じがたい話であります。当然だ。僕たちは人を自殺に追いやったこともなければ、死者の復讐に怯える必要もない。だからこれは彼女たちの心理状態を推測したに過ぎない。それが正しいかどうかは死んだ彼女たちにしか答えられないことだ。ひょっとしてさらなる刺激とは死んだ生徒たちの遺体から奪われた血液のことでは？小暮さんが解剖の光景を思い出したのか、青い顔をしながら尋ねてきた。咲田美沙の呪いをより確実に信じさせるのに遺体から血液を奪った。辻褄は合うが、いかなる方法で成し遂げたか？それがわからない。いずれにせよ、先輩、犯人の動機は見えてきたのではありませんか？そこから推測するに犯人は。僕は小暮さんの言葉を引き継ぎ、答えた。犯人は、神山由香です。堀川真理です。野沢翔太です。ふむ。神山は怪しいけど、むしろ復讐される側でしょう。一度車で惹かれかけていたし、犯人ではないね。堀川は一番謎だけど、自己暗示をかけていた可能性がある。ただし動機は見当たらない。とすれば、動機があるのはこいつだけだね。犯人は野沢翔太です。僕は自分の導き出した答えを口にした。咲田美沙の死に最も心を痛めたのは彼だ。それは今もなお狐塚へと足を運ぶ姿から容易に読み取れる。その彼が咲田美沙の死が事故死ではなかったと知ったら、いかなる行動に及ぶだろうか。確かに動機という点においては野沢翔太に並ぶ容疑者はいないでしょう。ですが先輩、彼はコックリさんについては何の関連性もないのでは？コックリさんは、この際、無視しましょう。それについては犯人を捕まえてから調べても遅くはありませんよ。わかりました。では、野沢翔太の身柄を確保しますか？彼の行き先はわかっています。彼の最後のターゲットは、神山由香です。地下の闇を抜けた後、僕たちは急いで、神山由香に張り付いている刑事に連絡を取った。すみません。見失ってしまいました。ダニー？神山は刑事を振り切り、逃走した。自宅にも戻っていないという。野沢翔太を見張っている刑事にも連絡してみたが、同じ答えが返ってきた。僕は反射的に叫んだ。小暮さん、すぐに学校へ向かいましょう。警察がまかれるのはもはやお約束ですね。水曜日午後3時44分、私立花峰高校。
誰かいる。落雷のために、すすけてしまった狐塚の前で手を合わせている人物がいた。野沢翔太だ。2年の月日を経ても変わらぬ咲田美沙への思い。その姿は胸を打つものがあった。野沢くん。神山。神山が現れた。やはり、ここに来たか。先輩、動きますか？もう少し様子を見ましょう。生徒たちの安全を考えれば、すぐに行動するべきだ。だが、この常識では測れない事件の結末がどこへ向かうのか、見届けたいという気持ちが勝った。おい警察。ミサに祈っていたの？ああ。お前は何しに来たんだ？まるで私が来ちゃいけないみたいな言い方ね。これでも私とミサは親友だったのよ。野沢くん、いつまでミサのことを引きずっているつもりなの？一生そうやってミサだけを思い続けているつもり？俺の勝手だろ。お前には関係ねえよ。あるわ。だって、私、あなたのことが好きだから。この場所でそんな話はやめてくれ。何よ、ミサに聞かれるとでも言うの？ミサは死んだのよ。いい加減に、死んだ人間なんて忘れたらどうなの？やめろ。お前、それでもミサの親友か？ミサだけじゃねえ。長谷部も伊藤も山野も、お前の友達だろ？そいつらが死んだっていうのに、何考えてんだ？ミサが死んだ時、お前、泣いてたよな？一緒に泣いて、俺のこと慰めてくれたよな？あれは嘘だったのかよ。本当はミサのことなんて、どうでもよかったのかよ。どうでもよくなんてなかった。ミサは本当の友達だった。でも、あなたの存在を知って、すべてが変わってしまった。あなたが好きで好きで好きでたまらなくなった。そしたら、ミサが憎くて憎くて憎くて、たまらなくなっていった。だから、こっくりさんを使って咲田美沙を自殺に追いやった。堀川？堀川？神山さん。あなたは野沢くんに恋をした。こっくりさんを使って、咲田美沙に彼との仲を執拗に追求した。あなたは咲田美沙に激しく嫉妬した。嫌がる彼女を、無理やりこっくりさんに付き合わせ、じわじわと精神的に追い込んでいった。友達だと思っていたあなたに裏切られた咲田美沙は、
身も心もボロボロになり、そしてあの事故が起こった。な、何を言ってるの？私は知らない。そんなことしてないわ。転校してきたばかりのあなたに、どうしてそんなことがわかるのよ？ふふ。綺麗な顔が引きつっているわよ、神山さん。好きな人の前で真実をばらされて、さぞかし動揺しているでしょうね。あなた、本当に野沢くんのことが好きなのね。でも、ダメよ。彼の心は咲田美沙のものなんだから。なんですって？こっくりさんに頼めば、願いが叶うって言ったのはあなたじゃない。あははは。よっぽど、彼のことが好きなのねー。そんな馬鹿げた嘘に騙されるなんて。嘘？嘘ですって？それじゃ、何のためのこっくりさんなの？何のために香里たちは死んだの？さあ？全部あなたのせいなんじゃないの？理性を失ってしまった獣の声が雷鳴と競争する。堀川の言葉で神山の心を支えていた最後の歯止めが壊れた。え？神山の左手が堀川の喉に襲いかかる。まるで紙くずを投げつけるように、堀川の体を放り投げる。さらに堀川の首根っこをつかみ、片手で宙吊りにする。あれが、あの神山由香か？とても女性の余力とは思えない。野沢翔太はあまりのことに動けないでいる。このままでは堀川の命が危険だ。僕と小暮さんは同時に飛び出した。やめるんだ、神山。その手を離しなさい。叫びながら神山の腕を掴む。だが、ゆっくりとも動かない。鉄の機械のようにその腕は硬かった。神山を羽交い締めにする小暮さんにも、驚愕の表情が見られる。無造作に動かした神山の左手によって、僕たちはあっけなく振り払われた。締め上げられている堀川の口から、かすかに声が漏れるのを聞いた。その声は立ち尽くしていた野沢翔太にも届いたようだ。神山。変貌した神山の思い人の声だけには反応した。その瞬間、気絶したと思っていた堀川が、嬉しそうな顔で神山を見つめる。神山の脇腹には深々と木片が突き立てられていた。獣が血に這いつくばる。堀川は、
なおも獲物にとどめを刺そうと、ゆっくりと木片を振り上げた。やめろ、ミサ。堀川の動きが止まった。僕たちは止めに入るのも忘れ、固唾を飲んで事態の行く末を見守った。ミサ、ミサなんだろ？何を言っているの、野沢くん。そんな人、知らないわ。え？さっきベラベラと。それならそれでもいい。だが、聞いてくれ、頼む。神山がミサを裏切った原因は俺だ。ミサを自殺に追いやったのは神山かもしれないが、そのきっかけを作ったのは俺なんだ。ミサも神山もお互いに本当の友達だって言ってた。俺さえいなければ、ミサが死ぬことはなかった。神山を苦しめることもなかったんだ。それはうぬぼれすぎというものよ。野沢くん。お前が復讐のために神山を殺そうって言うなら、俺を殺してくれ。俺はもうこのままじゃ生きていけない。罪悪感を背負って自分を責め続けるだろう。そのうち自殺するかもしれない。それなら、それで構わない。そしたらミサに会えるかもしれないからな。さあ、殺すんだったら、俺を殺してくれ。野沢くん、あなた、今でも咲田美沙のことが好きなの？刹那のためらい。しかし、野沢翔太はまっすぐ堀川の目を見て答えた。好きだ。これからもずっと。ふふ、ずっとじゃなくていいよ。たまに思い出してくれたら、それだけで。初めて見せる純粋な笑顔とともに、堀川の瞳から一筋に涙がこぼれ落ちた。ありがとう、翔太くん。堀川麻里、そして野沢翔太が気を失い、気に伏した。何が起こったのか、僕には理解できなかった。混乱する思考がようやく答えを導き出した。小暮さん、救急車。押す。たった今、目の前で起こった事実を現実のものとして受け止めることができず、僕たちは立ち尽くしていた。だが、ボケてばかりもいられない。この事件の全容を整理しなければ。
検証1。事件の根幹にある佐喜多美佐野氏。そのきっかけになったのは？いじめ。検証2。犯人はどうやって次々と生徒を自殺させたのか？自己暗示。検証3。犯人の動機は何だったのか？復讐。検証4。一連の自殺事件の犯人は誰？この場合、佐喜多美佐ってことでいいのかな？さっきの堀川麻里は言動から察するに中身は佐喜多美佐なんだろうけど。肉体は堀川麻里だから、実行犯は堀川麻里？というかどっちでもいいんじゃないかな。その他の空欄を任意で埋めてください。と、システムテキストは別に読まなくていいか。だいぶ前の動画で進言もありましたし。さてさて、ここからは自由時間なわけですが、いろいろと突っ込みたい点はあるものの、とりあえずは結末を見届けましょう。というわけでここはサクサク埋めます。なんというサクサク。はよ。これでオッケーかな？さあ、答え合わせが始まるよーい。検証1。事件の根幹にある佐喜多美佐野氏。そのきっかけとなったのは、いじめだった。いじめの事実は、警察史編纂室で見つけた佐喜多美佐の日記から読み取ることができる。事件は彼女の死から始まったと言える。検証2。犯人はどうやって次々と生徒を自殺させたのか？それはおそらくコックリさんによる自己暗示。あるいは催眠を利用したのだろう。ひとみさんはコックリさんに人を殺す力はないと断言した。しかし、実際には3人もの女生徒が自殺を遂げた。コックリさんを佐喜多美佐自身と思い込ませることで、いじめを行っていた生徒たちを自殺に追いやることに成功したのだ。検証3。犯人の動機は、佐喜多美佐を死なせた人間たちへの復讐だ。逆説的ではあるが、それは佐喜多美佐にいじめを行っていた女生徒たちが、次々と死んでいったことからも証明されている。長谷部成美。伊藤香織。山野恵子。そして、神山由佳。いずれも佐喜多美佐のいじめに関わった生徒たちだ。では、犯人は誰なのか？犯人が佐喜多美佐の代理人として、生徒たちを自殺させたという意味では間違いではない。しかし、死者を逮捕することは不可能だ。ここでは実行犯を指摘するべきだろう。あ、すいません。え？友人じゃないの？か。採用ではなさそうですね。数日後。
あれだけの事件があったにもかかわらず、私立花峰高校は何もなかったように、学校生活を取り戻した。すでにマスコミにも情報が漏れているはずだったが、テレビ、新聞はもちろん、ゴシップ誌ですら、ここで起こった事件に触れようとはしなかった。鴨根大学附属病院に運ばれた堀川麻里は、すぐに手当てを受け、一命を取り留めた。両親の話によると、彼女は2年前に心臓の移植手術を受け、ようやく今年になって学校生活に戻れたのだという。佐喜多美佐について尋ねてみたが、堀川の親類縁者に同姓同名の人物はいなかった。意識を回復した堀川は、ここ数ヶ月の記憶を失っており、私立花峰高校に転校したことも忘れていた。ひとみさんから聞いた話では、頭部への衝撃による一部記憶の欠落。記憶が戻る可能性について尋ねてみたが、明日思い出すこともあれば、永久に思い出せないこともあるという。とても曖昧な答えが返ってきた。野沢翔太は事情聴取の後、無罪放免となった。学校からも何ら処分は受けなかったが、自室に閉じこもり、塞ぎ込んでしまったという。そして、神山由香。彼女は堀川麻里と同じく鴨根大学附属病院に運ばれたはずだったが、忽然と姿を消してしまった。彼女だけではない。彼女を運んだ救急車も、救急隊員も、みんな消えてしまったのだ。全国に緊急手配して行方を捜索しているが、今のところ神隠しにでもあったように、一切の消息はつかめていない。目下、失踪と誘拐の線で鋭意捜索中だ。そんなわけで堀川麻里による傷害事件は、当の神山が発見されるまで保留となった。ゆっくりくん、ちょっと。キョロキョロと声の主を探すと、柱の陰からひとみさんが手招きをしている。僕と小暮さんは顔を見合わせて、ひとみさんに近づいた。これ、堀川麻里のカルテ。彼女が心臓移植した時のものよ。出所は聞かないで。胸を張って言えるような経路じゃないから。刑事として感謝すべきなのか、注意すべきなのか判断がつかず、僕たちは、はぁ、と気のない返事をしてカルテを受け取った。しかし、カルテを開いた瞬間、気のない返事は驚愕の叫びに一変した。ドナー、臓器提供者、佐喜多美佐、レシピエント、移植希望者、堀川麻里。背筋に冷たいものが走った。佐喜多美佐の心臓は、堀川麻里に移植されていたのだ。親類でも友人でもない。二人を結んでいた絆は、一つの臓器だった。念のために言っておくけど、オカルトを信じるつもりはないからね。私は事実を事実として、あなたたちに伝えただけよ。そう言い残してひとみさんは去っていった。呆然と立ち尽くす僕たちを残して。そして、さらに数日後。以上のように、
今回の事件は自己暗示という科学的なキーワードで説明することが可能である。しかし、少女たちの無残な死に様や、その遺体から消失した血液の行方、そして神山由香の失踪については残念ながら、現時点では説明困難と言わざるを得ない。後の調査で判明したことだが、佐喜多美里と堀川真理との間に面識はなかった。通常、臓器移植を行う場合、レシピエントがドナーに関する情報を知ることは不可能となっている。佐喜多美里と堀川真理、生まれも育ちも異なる人間を結んでいたのは、移植された心臓だった。1988年、米国で心肺同時移植を行ったクレア・シルビアは、レシピエントは臓器移植を受けたことにより、ドナーの魂までも譲り受けたことになる、と著書に記している。心の臓器と書いて、心臓。堀川真理は心臓移植により、佐喜多美里の復讐心まで受け継いでしまったのだろうか？ふう。僕はキーボードを打つ手を休め、一息ついた。今日は久しぶりの非番だったが、頭の中を整理するために自宅のパソコンとにらめっこしている。この報告書を読んだら、課長は大喜びで僕を左遷してくれるだろうな。だけど、僕はこの報告書を提出するつもりだった。自分が見聞きしたことをねじ曲げてまで、今のポジションにすがるつもりは毛頭ない。たとえ非科学的であろうと事実を虚構で覆ってしまうのは、この事件の犠牲者たちへの侮辱だ。報告書が気に食わないというのなら、左遷なり首なり好きにしてくれ。よし。僕は再びキーボードを叩き始めた。今回の事件で、僕は初めて現場を体験した。想像していたより、はるかに厳しく辛く困難だった。二人の少女が一人の少年に恋をした。恋は少女を狂わせ、友情は憎しみへと変わった。そして多くの犠牲者を出してしまった。あまりにも残酷で悲しい事件だった。休み明けの翌朝、首を覚悟で書き上げた報告書を携え、出勤した僕を待っていたのは異動辞令だった。ま、そういうことだ。あれ、おかしいな。まだ出してないんですけど、報告書。不意打ちを食らった気分だった。しかし、課長はそんな僕の心の内など知ったこっちゃないとばかりに、無造作に辞令書を押し付け、そそくさと自分のデスクに戻っていった。渡された辞令に視線を落とすと、そこには信じがたい文字が並べられていた。風見ゆっくり警部補、本日付で警察支編参室に配属す。言うに30秒は固まっていただろう僕に、課長は哀れみの視線を送ってくれた。警察支編参室。編纂室といえば、あの地下5階の、なんであんな場所に転属なのだろうか。そもそも、全然機能していなかったではないか。孤立した地下世界へ向かう足取りは、気のせいではなく重かった。あんな埃だらけの密室に押し込められるぐらいなら、いっそのこと首にしてくれた方がありがたい。
そんなことを思いながら、僕は警察支編参室のある地下5階に降りた。先輩。うわ。小暮さん。おす。お久しぶりであります。満面の笑みで小暮さんが一礼する。自分も先輩と一緒に警察支編参室へ配属されることになりました。今後ともよろしくお願いいたします。おす。小暮さんまで警察支編参室に転属とは、あまりにも急すぎる。しかも配属先はついこの間まで聞いたこともなかった部署だ。何らかの大きな圧力がかかったとしか思えない。先輩。はい？実は編参室の方なんですが、その、どうも様子がおかしいのであります。おかしい？小暮さんが言うには、部屋から明かりが漏れていて、中から人の声が聞こえるらしい。僕は編参室にまつわる噂話を思い出した。埋め立てられたはずの地下5階から、時折、話し声が聞こえたり、電話のベルが聞こえたりするらしい。任務の途中に無念の死を遂げた刑事が、死してなお捜査を続けているってわけだ。行きましょう。僕は小暮さんを伴い、編参室のドアの前に立った。薄汚れた鉄の扉に貼り付けられたプレートには、警察支編参室の文字が刻まれている。そこまでは先日と変わりはなかった。しかし、小暮さんの言う通り、部屋の中から明かりが漏れており、人の声らしきものが聞こえる。先輩。後ろから小暮さんが心配そうに声をかけてくる。大きな体が普段の一回りほど縮んでいた。開けますよ。意を決して、僕はドアノブを回した。現在、第2コーナーを回ったところ、後藤がトップ争いを繰り広げております。オレンジの帽子、サムライアグネスが僅差でトップを守っている。2番手は小島ハッスル。競馬中継？警視庁内の一室にはふさわしくない BGM だ。警察支編参室。この部屋に入るのは2度目だ。しかし、僕の目に映るのは綺麗とまではいかないまでも、立派に機能していると思われる部屋だった。散乱した書類も降り積もった埃も餓死した虫の死骸も、そこにはなかった。あれは夢だったのか？最終コーナーで泉谷に丸が仕掛けた。なおも流れる競馬の実況。競馬のことはよくわからないが、アナウンサーの熱の入った声でレース終盤であることがわかった。泉谷に丸が来た。泉谷に丸が来た。サムライアグネス逃げ切れるか？泉谷に丸。泉谷に丸だ。泉谷に丸が来たー。よっしゃー。ガッツポーズと共に立ち上がった女性は僕たちに気づきもせず、無節操に神様仏様エビス様と神々に感謝している。年の頃は30過ぎというところか。パワーみなぎる容姿で正確な年齢はわからなかった。実際には40前ぐらいなのかもしれない。僕は場違いな世界に迷い込んだ子供のようにおずおずと声をかけた。
なんや、あんたら？あんたこそ誰や、と聞き返したかったがやめておく。そんなことをしていたら話が前に進まない。ここ、警視庁ですよね？自分でも間抜けな質問だと思ったが、確認せずにはいられなかった。一応な。一応、警視庁らしい。ならば、ここも警察支編参室に間違いない。はずだ。僕は敬礼して挨拶をした。本日付で警察支編参室に配属されました。風見ゆっくり警部補です。よろしくお願いします。同じく小暮総一郎巡査部長であります。オス。ビシッと敬礼したままの僕たちを、競馬中継の女性は珍獣を見るような目で見た。化粧っ気は全くないが、綺麗と言って差し支えのない人だ。まさかとは思ったけど、ほんまに気よるとはな。なんぼ人手不足や言うたかて、こないなガキ二人もよこして何考えとんねん、あのおっさん。とても歓迎されているとは思えないセリフだった。その女性は、まあええわと諦めたようにため息をついて、自己紹介をした。うちは遠藤蘭子や、ワンちゃんの犬に、四天童子の童と書いて遠藤。階級は警部や。けけけ、警部殿でありますか？そうや、警部殿や。小暮さんのリアクションが気に入ったのか、引導警部は愉快そうに笑った。まあ、いろいろ大変やろうけど、せいぜい頑張り。そう言って背を向けた警部のポケットから紙切れが落ちた。あ、警部。風が取った。伸ばした僕の手が空をつかむ。大きに。引導警部は手にした紙切れを、無造作にポケットに詰め込んだ。何事もなかったように。先輩、あの動き、ただものじゃありませんよ。柔道三段、剣道三段、空手二段の小暮さんが言うからには間違いないだろう。しかし、そんなことより、もっと気になるものを目にしてしまった。ほんの一瞬だったが、警部の落としかけた紙切れが、あの時のお札と同じものに見えたからだ。思考を遮るように黒電話のベルが鳴り響く。電話の向こうにいるのが誰かは容易に想像がついた。受話器に耳を当てると、予想通り、あの男の声が聞こえてきた。ようこそ、警察支編参室へ。あ、終わった。A クラスか。S なら残ったままの謎が全て解消されるのかな？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。